日本大学日本大学史学部大学院史学研究科日本大学史学部は私学を教育、研究する大学の学部である。また、私学研究科は、私学の理論及び応用を教育、研究する大学院の研究科である。私学部3号館旧私学部2号館、私学部附属歯科病院が入居していた。1916年に佐藤和夫により、 科会師の養成校として創立された東洋市会学校が前身である。同年4月に東京市日本橋区の東京医会内に創設され、1920年に専門学校令によって東洋市会学専門学校へ昇格。翌年日本大学と合併し、日本大学専門部歯科となった。日本大学歯学部の他にも千葉県松戸市に、 日本大学松戸市学部が設置されており、双方ともに、付属の大学病院が開設されている。学部長挨拶、遠隔、市学部、http://www.dent.nihon-u.ac.jp スラッシュ、about スラッシュ、メッセージスラッシュ、index.html2015 年11月20日閲覧。 自主創造型パーソンの素養を身につけた社会に優位な、歯科医師を目指して、初代歯科長、佐藤和夫。日本大学の歴史。http コロンスラッシュスラッシュ w w w n i h o n u a c j p スラッシュヒストリースラッシュフォーランナースラッシュ佐藤スラッシュ2018年2月22日閲覧。ありがとうございます。